お、明るい。これはすごい。せーの、わお、アスレチックベースに来ました。あ、いえいえ、よろしくお願いします。さあ、今日はスペシャルゲスト、プロ選手としても活躍してですね、今は岩手県のですね、拠点にですね、スクールのコーチもされております、山本義明氏に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエイ。ここ岩手県盛岡市なんですけども、この施設についてですね、山本氏にどういう施設かって聞いてみたいと思います。そうですね、子供たちが、はいはい、まあ、トレーニングしながら、うんうんうん、スキルワークをできる場として、まあ、前からね、こういう場所を作りたかったので。なるほど。まあ、まだコートは入ってないんですけど、はいはいはい、まあ、トレーニング施設のところは、はいはい、最近完成した感じですかね。だから、あ、つい最近、つい先ですね、はい、ここですね、奥まで、そして後ろの方もですね、いろんなバスケグッズやら、はい、トレーニング器具やらあるので、はい、ぐるっと回りながらですね、はい、紹介してください。紹介させていただきたいと思います。お願いします。おお、いや、もう完全に俺の趣味というか、あの、日本語好きな選手のみを。なるほど。子供たちがね、ここに来るので、はい、まあ、昔のスーパースター、まあ、今のスーパースターもいますけど、まあ、そういう選手たちを目指して、はい、トレーニング励んでくれたらなという思いで。なるほどですって言ってますけど、完全に俺の趣味です。こっちも実は、じゃじゃん、これすごいですね。昔から持ってたのも結構多くて。ああ、そしてこちらですね。そこ何度でしょう。ビッグブルーズで、岩手ビッグブルーズで活躍した山本選手のユニフォーム、そして現役で、現役の千葉選手のユニフォームということで。あれ、あ、これジョーダンが、これは、まあ、野球行った時のユニフォームを、まあ、特にジョーダンが好きだったんですよ。で、こっちは、バスケコートになるので、今はゴルフだけ入ってる感じなんですけど。なるほど、はい、予定というと、もうこれでもうバスケットできそうな気もするんですけども、一応ここにコートが、あの、スポーツコートを使いたいなっていうふうに。で、もう単純にね、あの、かっこいい運動を作りたかったので、壁にね、スプレーアートで、岩手のね、はい、大臣のチュンって、まあ、友達でヒデヤ君にスプレーアートで、この企画で書いてもらいました。これインパクトすごいですね。すごいですよね。どのぐらいかかったんですかね。これで3日で書いてる。え、3日で、はい、この真ん中のが、山本さんの、エンブレムですか。エンブレムですね。はい、戻りますか。はい、まあ、あとは、バスケコートと、はい、あとはトレーニング空間と、はいはい、あとは、こっちもまだ完成してないんだけども、はい、まあ、ちょっとこう、ランチスペースとか休める空間を、なるほど、たいなと思って、はいはいはい、あとは、まあ、プロジェクターもあるんですけど、はいはいはい、ビデオセッションとかできたらいいなっていうのがあるので、なるほど、ここ試合の映像、あとは、個人スキルの部分、はい、自分の体がこういうになってるねとかっていうのを、あの、説明できるような空間にできたらいいなっていうので、まあ、プロジェクターも含めて。なるほどですね。はい、はい、はい。で、あとはもう完全に自分の趣味です。はい、そっちの方がよりが強いけどね、もう。一応ここで、グッズ販売はしたいなっていうふうに思ってますけどね。あ、でも、昔から持ってるシューズとかもな、もう。ちなみに一番最初にジョーダン買ったの12でしたね。これですね。なるほど。これ履いてたってこと。これ履いてましたね。俺中学校2年生ぐらいの時に買いました。シューズの俺が悪いの。紛れてイージーブーストがあってみたいな。なるほど。これね、ギターあるんですよ。弾くんです。全然弾けないギター。吹き物で置いてるっていう。なるほど。チュン君が、これも Kindle ジールって書いてあって、これ気になりますよね。お清めしてもらったここの倉庫をね、上がっていきますようにっていうので。なるほどなるほど、そういうのもあって。あ、そしてこれですよ、山といえばね、レジェンドですよね。俺の
やつなので、はい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 、ちょっと語りたいなと思って。レジェンドでプレイした時のこう面白い話とか裏話とかあったら聞きたいんですけど、はい、面白い話、いや面白い話しかなくてね、逆にどれをチョイスしたらいいのかわからないぐらい、すごくいい仲間たちとねずっとやれたってことがね、はいはいはい、なるほど。でも今でもやっぱり付き合いがあるので、まあそこでレジェンドを始めたからこそ、うんうん、はいはい、スキルが大事だなっていうことを実感したというか。あ、始めてからなんですね。そうですね。結局あの世界って自分がどう輝けるかっていうのがすごく重要で、なるほど、そこからすごくこうスキルの練習をするようになったので。あ、そうなんですね。それはもうだからレジェンドきっかけです。俺が個人スキルを、しっかり子供たちにも広めたいなって思えたきっかけというか。なんでね、レジェンドなかったら今のやってるスクール業はないかなっていうぐらい影響力を与えてくれたというのはありますね。そうなんですね、はい。まあ、プロ生活もね、もちろんすごくいい経験になってますけど、このスキルのスクールに関してはこのレジェンドの影響はすごく一番かなっていうふうに。なるほど、はい、貴重な話をありがとう。あの登場してから爆中でね入るっていうところ、ね、今やったらもう完全に頭かぶしそうだよね。自転車が好きっていうのもあって、はい、夏は結構乗ってますね。あのトレーニングがてら乗ってるというか、はい、すごい長い距離走るんですよね。バイクで、あの一回こっから盛岡から、はい、北上まで2キロなので、50キロ、60キロぐらい行って、で、そっちで、はい、国体の練習があって、なるほど、練習して、はい、またチャイムこっちまで帰ってきたってことがあったけど、はい、まずもう二度とやらねえって。さあ、そしてこちらですね。そうですね、あとはトレーニングルールというか、はいはい、トレーニング空間、まあ、今流行りだね、これ、このロープ、バトル、バトルロープっていうのかな、あるんですね。いますよこれ。けどみんなやってるけど本当にいいね、はい、はじゃあちょっとやってもらいましょうか。ちなみに今ね、深夜24時です。まさかね、20秒をやっても結構しんどいからね。まあいろんなメニューが、4やったね、あーあとこういうやったりとか、あーあと使い押しやったりとか、普通に話しながら、ね、見せてくれてます相当。はいはい、さあモリモリの挑戦です。じゃあ20秒ね、左右交互に、左右交互に、そう、よーいスタート、1、2、3、4、5、6、7、18、18、18、18、19、20。死ぬでしょ。18、3回来ると思わない。やばい、これはね、来たら体験できますか皆さん。いやもう全身きてます。あの腕だけかなと思ったら腕と、もう首から足にかけてもきてます。いやこれ売ってるんですね。売ってます。お高いんでしょ。そう、これがなんと今なら5580円ぐらいでした。え、これ2本？いや1本。あ、1本で5000円、結構安いでしょ。なので買えませんよ。買えませんけど。一家に一本。ごっつんです。冷蔵庫の中いいですか？冷蔵庫の中、やばい、見られちゃいけないやつ結構あるかも。見ます？やばいね。いいんですか？キャラ酒飲まねえとか言って。お、まさか。結構入ってるね。え、これ結構ですね。結構だね。はいはい。